11月6日土曜日の全国の天気をお伝えします。まずは天気図をご覧ください。高気圧に覆われて広く日差しが届き穏やかな天気となりそうです。ただし前線の近づく南西諸島は雨の強まりに注意が必要です。詳しくお天気の流れを確認していきましょう。北海道から九州まで晴れ予想のところが多く、広範囲で穏やかな天気なんですが、ところどころで雨が降りそうです。東北北部、太平洋側や東海地方の沿岸部、石川県の能登地方や西日本の日本海側など、ところどころでにわか雨の可能性がありますので、空模様の変化にお気をつけください。また九州南部は雲が優勢の空で雨の降る可能性がありますので、こちらも外出の際は雨具があると安心です。また南西諸島は雨が降りやすく強まる恐れがあります。雷を伴うこともありますのでお気をつけください。詳しいお天気はお天気アプリウェザーニュースでもご確認いただけますので、ぜひご活用ください。以上、全国の天気をお伝えしました。